それでは参りましょうか。帝都の地下道か。実際に入ることになるなんてな。いろいろな噂がありますよね。巨大な地下墓所などもあるとか。上でのんきに暮らしてる連中の気が知れねえな。はっ、畳みかけるぞ。崩れた。遅い。一度よーし、俺の番だな。よーし、崩れた。もらっちゃう。意外とやるじゃねえか。あんたこそ見かけ倒しじゃなさそうね。トレジャーを発見しました。
行くぞ。そこだ、ここで。よーし、やっていいぜ、いいぜ。アラテか、俺の番だな。クセだ。おっと、僕の番だな。行くわよ、パンチ。よし、これで大丈夫ね。ありがとう。
まだ続いているらしいな。せっ、は。せっ、せっ。いつでも行ける。って、何ここ。古い水路、暗黒時代のものでしょうか。はっ。せっ、畳みかけるぞ。
外とやるじゃねえか。あんよしやったわ。まだまだこれからだ。ありがとう。はっ。
僕の番だな。崩れた。俺の番だな。もら行くわよ。よし。そこだ。マイ。私の番ね。やって。ふふん。どんなもんよ。行くぞ。さあ、せい。できそうだ。よし、ゲットだ。できそうだ。
まずまずだな。それかかった。これは期待できそうだ。よし、ゲットだ。それかかった。これは期待できそうだ。よし、ゲットだ。それかかった。いい感じだな。よし、ゲットだ。よし、ゲットだ。それかかった。いい感じだな。油断大敵ってな。行くぞ。行くぞ。今だ。遅い。行くわよ。崩れた。とどめ。僕の番だな。崩れた。行くぞ。遅い。はっ。そこだ。そこだ。気をつけて。くせ
お宝じゃねえか。どうやら区切りみてえだな。
僕の番だな。そこだ。お返しだ。俺の番だな。行くぞ。神道滅極。
枢密院と食糧庁、帝国時報は当たりだったな。ああ、強力な裏付けにはなるだろう。なんとしても、奴らの X デイを見極めなくては。止まってもらおう。相手にとって不足はねえ。Bye.
食らえ。ラムダ駆動。ラムダ食らえ。ラムダ駆動。させるか。おお。食らえ。させない。しゃらくせ。行くわよ。セットガンダー。セットトライカー。ファーク。よし。困りのようじゃの。Thank you.
そやつにのみ姿を見せていたからな。リーン・シュバルツァ、とうとう帝都へと至ったか。しかもこの状況でつくづく悪運に見込まれているらしいの。なんじゃ釣れないな。せっかく隠されし扉のヒントをやろうと思うたのに。まわらわは寛大じゃからな。お近づきの印に道を示してやろうぞ。道は合っているはずだが。気配はある。みんなついてこい。せっ、はっ、せっ。連中だ。なんとか捕捉しましょう。
教官、この方角は。ああ、かなり南下している。もう市街地を抜けているな。新型戦術オーブメント3つとも確保しました。ご苦労さん、こっちで預かるぜ。所属、使命ともに黙秘する。国際法に基づき捕虜としての待遇を要求する。涼しい連中だ。まあ、帝国軍情報局で存分に取り調べられてください。抵抗、逃亡しない限りは生命の安全を保証しよう。遅かったですね。よう、ご苦労さん。怪我はないか？なるほど、用意周到ですね。競馬場で会った時からこの状況に至るまで。この結果になるよう俺たちを利用しやがったな。まさか全部計算づくだったってこと？そんなことが可能なのか？スケアクロウ、この人ならやりかねません。いや、ただの偶然だって。今まで捕捉できなかった工作員がこれでようやく拘束できたわけだ。お互いの協力の成果って。どこが確かにそちらの手柄を横取りする形になったかな。ここは南西の郊外になるし、本来はそちらの担当でしょう。ご不満なら引き渡しましょうか。ここまで彼らを消耗させたのは7組の手柄だ。どちらが引き渡すかはともかく、協力には感謝すべきだろう。いえ、取り逃さなくて幸いでした。みんなもそれでいいな？はい。異存はありません。それではよろしくお願いしますね。Thank you.
せろや。はい。お疲れ様です。新たな。確かに。では。リン君、お疲れ。どれどれ、確認するね。いいじゃん、いいじゃん。それじゃあ、お礼を送っとくね。そうですか。野球7組の。ああ、クローアームブラスト。本来トワ教官と同学年だった。期間限定だったけど、7組に入って実習や学院祭なんかも一緒にやって、いい加減でお調子者で、でも面倒見が良くて頼りになる、そんな最高の仲間だった。内戦では敵同士だったけどな。ま、そういうわけでよろしくね。同じクラスになったからには先輩後輩抜きで行くとしようぜ。俺の本分は C 学院生クロウアームブラストはただのフェイクさ。さあ、始めるとしようぜ。誰にも邪魔はさせねえ。俺とお前の最後の勝負を。貴族連合に属していたので、彼のことはある程度知っています。帝国解放戦線というテロ組織のリーダーで、青の騎士と呼ばれていた方でした。内戦中、聞いたことがあるぜ。青い騎士人形に乗って、各地の正規軍を圧倒したんだろ。ああ、それでも最後は7組に戻ってくれた。皇太子殿下を取り込む形で現れた250年前の最悪。俺とクロウは灰と青の鬼神を買って、7組のみんなや敵の魔女と力を合わせ、最悪を倒して殿下をお救いした。その時、あいつは俺の道を切り開くため全身全霊をかけてくれて、全てが終わった時、致命傷を負ってしまっていた。その時の出来事が俺の7組のみんなの背中を押した。俺はバリマールとトールスに残って、政府からの要請に対応することにし、他のみんなは1年で卒業して、今の自分にしかできないことをそれぞれ見極めることにした。この激動の時代において、もう一度7組として集まり、全員で答えを見出すために。初めてちゃんと聞かせてもらった気がします。教官や旧7組の皆さんを見て、何かあるとは思っていましたが。そんな覚悟で頑張ってるのは支援課だけだと思っていたけど、でも教官たちも同じだったんですね。物好きっつうか夢見すぎっつうか。
そんで不器用すぎだろ、あんたら。眩しいくらいに。まあ、あくまで旧7組。1年半前の俺たちが決めたことだ。君たちもいつか自分たちならではの7組の在り方を見出す時が来ると思う。だからそれまで俺も全力で支えるさ。旧7組を教官や先輩たちが根気よく導いてくれたようにね。強いです。よろしくご指導ご鞭撻ください。まだ自分自身のこともよく分かっていませんが、それでもこの3ヶ月で得られた実感と手応えがあります。個人的に教官をお慕いしてやまないのとは別に、こうして7組に編入したのは何かの導きのように思います。ま、今のところはせいぜい付き合わせてもらうぜ。あんたっていうしゃらくせえ壁をいずれぶち抜くためにもな。あれ？どうしたんだ、ユナ。うん、なんか紐みたいなのが土に埋まってて。なんだ、誰かの落とし物か。墓守りの方もいますし。ずいぶんと凝ったブローチですね。どうしたのって、あれ、なんだ、見覚えでもあるの、それは。あの破天荒パイセンがつけてやがったあれか。ちょっと貸してくれ。間違いない、アンゼリカ先輩のものだ。先月演習地で別れてからこちらの方に。その時に落とした。あのよ、ちょいと気になってたんだが、その墓の地面なんか変じゃねえか。ほんとだ、周りよりも新しいような。これはつい最近掘り返した跡。トア先輩、そちらは演習地ですか。実は少佐や分校長も交えて。
Thank you.